台風の風が左回りに旋回するメカニズム。熱圏を周回している分子やイオンは太陽風の水素イオンによって加速されます。西側の大気中の正イオンの流れは太陽風の流れと反対なので時期的に反発し、地球の東側では熱圏の正イオンが太陽風の正イオンと時期的に結合して加速されます。そこで、 太陽風により地球の大気の全体が半時計方向に地球の周りを4から5日の周期で回転します。太陽風の駆動による金星及び木星を周回する気流。金星の時点は非常に遅いので東西を吹き抜ける太陽風の作用に差がほとんどありません。しかし、 太陽風は太陽の時点による毎秒 1.89km の半時計回転方向の運動成分を持っているので、太陽風の回転運動の成分が歯車の仕組みによって金星の大気を時計回転方向に加速して秒速 100m のスーパーローテーションを引き起こしています。金星に衝突する H プラスの質量は毎秒 0.846kg となります。 その運動量の回転成分は現在の地球の自転を停止するのに十分なエネルギーを持っています。木星は半時計方向に速い速度で自転しています。大気の最上部は水素がイオン化しており、水素イオンを主成分とする太陽風が周回する気流を加速しています。木星の西側では大気のイオンが太陽風の H プラスと時期的に反発しますが、 東側では平行電流の磁気結合によって加速されます。木星は非常に大きいので、緯度に沿って異なる駆動源による島模様の流れが現れます。大気と海水が地球の周りを周回する東西方向の流れ。赤道付近の積乱雲の底では、大気圧が低い中心に向かって空気が流れています。その上昇気流は東西の風は弱く、西から東の風が強いです。 すなわち、西側の西から中央への空気流が加速されていて、東側の東から中央への空気の流れは抑制されている。その理由は、地球の回転速度は赤道付近で秒速463メートルであり、海面から蒸発する水蒸気は地球の回転の速度成分を持っているとして理解できます。赤道付近を西に流れる赤道流は貿易風によって駆動されています。他方、 赤道半流は、熱帯間収束帯を西から東に流れる海流です。この赤道半流は南北の両側にある赤道海流による水面の傾斜が駆動力であるという説があります。流れの半流が中央で発生する説には説得力がありません。地球の回転の表面の速度が赤道の近く最も速いことが理由であると考えられます。 亜熱帯海域の熱帯性低気圧が発達するメカニズム。水蒸気が積乱雲の上部に凝縮して雨が降ると、時計の回転方向に渦巻く下降気流が積乱雲の上空に発生します。積乱雲の底の海面には、半時計回りに旋回する上昇気流があります。反対方向に交差する空気流の境界で渦が発生します。交差する気流は、 台風の目を形成する歯車のメカニズムによって発達します。そのために、海に吹く台風の風は半時計回り方向になるが、発達した台風のコースは上空の大気の気流によって時計回転方向となります。